ブルーノ・モラエスこと、ブルーノ・ドス・サントス・モラエスは、ブラジルサントス出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは FW。地元クラブである、サントス FC の B チームから19歳で、FC ポルトに加入した。2003から04シーズンは、プリメーラリーガで2試合に出場したものの故障に苦しみ、2005から06シーズンや2007から08シーズンは出場がなかった。同クラブで最も成功した2006から07シーズンには、リーグで12試合2得点の結果を残したほか、UEFA チャンピオンズリーグでも出場した。また、2004から05シーズンは、ビトーリア・セトゥーバルへのシーズンローンとなり、レギュラーとして活躍。2008から09シーズンも同クラブにレンタルされたが負傷によって途中で切り上げとなった。2010年1月には怪我から復帰し6月までの契約であった自身をメンバーに入れるようジェズアウド・フェレイラ監督に懇願したがリオアベ FC へのレンタル移籍となった。2010年夏にルーマニアのアクフ・グロリア・ビストリツァに加入し、2011年2月にアソシアソン、ナバルプリメーロでマイオに移籍してポルトガル復帰。4ヶ月の間、レギュラーとしてプレーしたものの、クラブの降格を阻止することはできなかった。同年7月末にアル・アハリへの移籍が破談となると、UD レリアに加入したが、2011から12シーズン末にまたも降格を経験することとなった。2012年10月8日に、ハンガリーのウーイッペシュト FC に1年契約で加入。2013から14シーズンはジルビセンテ FC に在籍し、ポルトガルに再復帰した。その後、アソシアソン、ポルトゥゲーザチデスポルトスを経て、リーガプロのバルジム SC に加入、3度目のポルトガル復帰となった。2018から19シーズンより SC、エスピーニョから CD、トロフェンセへ移籍した。スポーツ一家に生まれた。父も元サッカー選手で CR フラメンゴやサントスに所属した。母はサンパウロ州王者の元テニス選手。弟のジュニオール・モラエスもサッカー選手。また姉妹もサッカーをしていたが怪我のため引退している。ありがとうございます。